バイク旅で見せる平野翔、ガンユタ、神宮寺ユ太タの冒険精神。バイクに乗ることが慣れていない騎士くんを心配しながら走る神宮寺くんの姿は、まさに今回の回のハイライトでした。日本のテレビ番組は、時には私たちに新しい冒険と興奮をもたらします。今夜の21時、ハッシュタグ飛べ版でそれはまたしても現実になります。番組には、 人気アイドルの平野翔さん、岸優太さん、そして神宮寺勇太さんが参加し、思いがけないバイク旅に挑戦します。バイク姿の彼らを見逃すな。私たちは、この旅が彼らにどんな驚きと挑戦をもたらすのか興味津々です。バイクの達人である翔さんの姿は、想像を絶するほどのかっこよさ。しかし、バイクに慣れていない岸くんを案じながら、 心優しいゆうたくんの姿もまた、この旅の最高の一瞬です。関西弁が交わされる中、彼らの笑顔からは、楽しさが溢れ出ています。バイクに乗ることが慣れていない騎士くんを心配しながら走る神宮寺くんの姿は、まさに今回の回のハイライトでした。関西弁も新鮮で、彼らの楽しさが画面から伝わってきました。 みんなが笑顔でいるのを見るのは本当に素晴らしいですね。そして、待ちに待ったバーベキューの時間。バイクで疲れた体に栄養を与えるべく、みんなで囲む焼肉パーティーは、まさに私服のひととき。バイクに乗る賞さんのかっこよさは言うまでもありませんが、彼の多彩な才能に驚かされます。彼はスポーツも、乗り物も、どんなことでもこなす、まさに万能な存在。 しかし、番組が提供するのは単なる楽しい時間だけではありません。バイク旅の中での彼らの挑戦や試練、そして彼らの成長と絆を見ることができるのです。バーベキューの楽しみもあるようで、今夜は本当に楽しみです。この番組は、高級肉を山ほど食べる企画よりも予算を使ってじゃんけんしたり、勝ったり負けたりする面白さを提供しています。 それが視聴者を引きつける面白さなのでしょう。普段の彼らの姿はまるで普通の男の子。しかし彼らの番組は最高にエキサイティング。バイクに乗る翔さんの姿は見ているだけで心を奪われます。クロサギも良かったけれど、この元の彼らを見せてくれる番組こそが真の魅力と言えるでしょう。後に乗せて、後に乗せて、 そしてまた後に乗せて。このバイク旅のスタートから何度も繰り返しリピートしてしまうほどの興奮。そして冒頭での賞賛の歌声に心躍るファンたちの声が重なります。彼ら3人が全パートを歌えるなんて何とも魅力的なシーンです。そして番組のスタイルも変わっています。スマホのオルックでスクショスタイル。 普通の男の子たちがするような感じで見ていて親近感を覚えます。これは視聴者にとってより身近で魅力的な体験を提供しています。これまでの番組で見られなかった平野さんのバイク姿も今夜の回で見ることができるかもしれません。それはまさにモッドコーなー体験です。クロサギも良かったけれど、 今回はもっともとの感じでの彼らの姿を見られるかもしれません。今夜の番組を楽しみにしている皆さん、一緒にこの冒険に参加しましょう。そして、彼らの旅がどんな展開を見せるのか予測できるでしょうか彼らはどのような挑戦に直面し、どんな絆を深めるのでしょうかぜひ、今夜のハッシュタグトベ版でそれを確認してください。 大好きな彼らの姿をこのように見ることができるなんて感動のあまり涙がこぼれます。まるで一緒にツーリングしているような気分にさせてくれるハッシュタグ飛べ版。そのバラエティ豊かな経験と活気にあふれる姿にただただ頼もしさを感じずにはいられません。バイク旅への誘い。それは冒険と友情が織りなす物語の始まりです。 一緒に旅をする彼らの姿に私たちは何度も心躍らされます。次なる番組でどんな冒険が待ち受けているのか。その行く先に私たちの期待と興奮が止まることはありません。最後に彼らの冒険を見ながら感じることができる切ない感情。彼らが楽しんでいる姿を見ることで自分自身も一緒にツーリングしているような気分になります。 そんな素晴らしい番組を作ってくれたスタッフに感謝です。